今年度の新入生は県内出身者が173人、県外出身者は北海道から鹿児島までの158人で、語学科合わせて331人です。遠藤恵子学長は、大学は学生自身が積極的に何かを求める場所、大学の教員や施設を活用して2年後には自分の可能性を発揮できるような学生生活を送ってくださいと式辞を述べました。次に社会情報学科2年の樋口瑞希さんが、短大での時間をどのように過ごすかは皆さん次第、この機会を逃さないで有意義な短大生活を送ってくださいと歓迎の言葉を述べました。これを受けて新入生代表の国語国文学科渡辺愛理さんは、今日を迎えるまで数々の難関があった、今日を新たな出発地点と考え、新しい仲間と日々精進し充実した生活を送り、卒業時には一人一人が大きく飛躍することを誓いますと宣言しました。その後全員で大学歌を斉唱し、新たな生活に希望に満ちた表情を見せていました。